や、ようこそお越しくださいました。実は今、あなたたちにしか頼めない依頼を預かっておりまして、ちょうど連絡しようと思っていたところなんです。オイラたちにしか頼めない依頼？あ、もしかして魔人級の依頼ってやつか？冒険者協会の依頼にそのような分類はありませんよ。それにこの依頼も想像されているような規模のものではありません。内容はただの人探しですから。ん？でも、なんでオイラたちにしか頼めないんだ？はい、この間積まれた依頼を整理していた時に、たまたまこの人探しの件を見つけまして、一見すると普通の依頼なのですが、十数回と失敗した記録が残っているんです。その中には名高い冒険者さんたちもいました。冒険者協会の信用を守るため、そしてスメール支部の業績向上を考えた結果、ここ数年で依頼の達成率が一番高い冒険者さんにお願いしたく。ふふん、もちろんオイラたちのことだな。お二方はこの依頼の最後の希望です。もしあなたたちでも達成できないのであれば、依頼人に連絡して取り下げの相談をしようと思います。そっか、じゃあ早速教えてくれ。一体誰を探したらいいんだ？そもそもなんでそんなに難しいんだよ。この人探しの依頼はイマラ村の方々が共同で出したものです。伺った話によりますと、ある村人が失踪したとのことですが、依頼をした方々は失踪者の名前すら把握しておりません。覚えているのはただ失踪者の大まかな特徴と顔だけとのこと。え？同じ村の人なのに名前も知らないのかよ。それに冒険者たちがこぞって失敗してるんだろ。もしかしてそんな人物花からいなかったってことはないか？それか誰かのいたずらだったり。いえ、その可能性はおそらく低いでしょう。依頼を出された際には村の方が複数人いらっしゃいましたし、あの表情と話し方も冗談を言っているようには思えませんでした。依頼を出すにも手続き料としてモラが必要です。このようないたずらをしたところで何のメリットもありません。とりあえずまずはビマラ村で聞き込みをしてみてください。私のところにもいくつか資料はありますが、ここはやはり村の方々から直接情報を得た方が信憑性も高いでしょう。うん、任せとけ。早速出発しようぜ。いろいろ話を聞いてたらだんだん気になってきたぞ。何かお求めで？私はここ一帯で商売を。ああ、いや、オイラたち用事があってここに来た冒険者なんだ。さっきキャサリンのとこでビマラ村の依頼を受けて。ああ、その件か。はあ、わざわざこんなところまで足を運んでもらってすまないな。正直に言うと、ここの人たちはほぼ諦めてるんだ。やってきた冒険者はみんなやる気に満ち溢れてたが、結局すぐ諦めて帰ってしまったからね。耳にタコができるほど情報について聞かれたし、ビマラ村の周辺の地面も掘られて調べ尽くされた。それなのに何の進展もなかったんだ。じゃあそいつの名前は？もともとどこに住んでたんだ？あとそいつの家族は？知らない知らない知らない。
そんなに答えたくないのかよ。ああ、いや、すまない。これは何もイラついてるわけじゃなくてだな。ただ君の3つの質問にそれぞれ答えただけだよ。知ってることはあまりないが、それでも印象には深く残ってる。何しろこれまでビマラ村で共に暮らしてきた仲間だ。一緒にいろんなことをした記憶だってある。ただね、それらの具体的な内容が出てこないんだよ。あるいは昔は知っていたが今では誰も覚えていないと言った方が正しいかもしれない。いずれにせよ村のみんなで情報を交換し合った上でこうなんだ。わかったよ、そういうことにしとくぞ。じゃあそいつってどんなやつだったんだ。ああ、確か20代前半の青年だったな。いつも熱心に人を助けていて優しいやつだった。うちに客があまりいないときはたまに雑談の相手になってくれてね。それに助けを求める人がいたら我先にと急いで駆けつけてた。実に面白いやつだったよ。結構そいつのことが気に入ってるんだな。そいつの話になった途端表情が柔らかくなったぞ。そりゃそうさ、きっとみんなに好かれてただろう。でなきゃ集まって冒険者協会に依頼を出したりしないさ。今時あいつみたいに純粋な心を持った若者はそういない。なんで急に姿を消したんだか。危ない目に遭ってなければいいが。もしかしたらこっそりどっかに引っ越しただけなんじゃないか。いやそれはない。彼の性格からして挨拶もなしにいきなりいなくなったりしないだろう。仮に本当にそうだったとしても引っ越しなんて大掛かりなことを村の全員に隠し通せるわけがない。うん、確かにそうだな。情報ありがとな。他のやつにも聞いてみるよ。おや、客人かい。こんにちは、アマディア爺ちゃん。オイラたちビマラ村が出した依頼を受けてきたんだ。おお、そうだったか。ご苦労さん。こんなところまで来てもらって申し訳ないの。どうかあの子を見つけてやってほしい。うん、オイラたちいなくなった人のことをもう少し詳しく知りたいんだけど、知ってることを教えてくれないかな。ああ、もちろんいいとも。お前さんたちの役に立つのなら何でも教えよう。わしは目が不自由で、以前はよくあの子の声を耳にしておった。だがこうしてあの声が聞こえなくなると心にぽっかりと穴が開いてしまったかのような気分じゃ。あの子の両親はこのビマラ村におらんようじゃ。でもあの子が寂しそうにしてたことは一度もなかった。それどころかいつも率先して他人の孤独を和らげようと誰かの相手をしておったんじゃ。一人暮らしの老人のところへ家事を手伝いに行ったり、村の孤児の遊び相手になってあげたりとな。それから誰かが辛い目に遭えばあの子はその話を聞いておった。人を慰めるのも上手じゃったよ。村長としてあの子にはいくら感謝してもしきれない。精神面のケアをするのは
本来わしの役目の一つじゃからな。なるほどな。そいつの失踪をお前たちが心配してる理由がなんとなくわかったぜ。本当に優しいやつだったんだな。でも名前、住所、それから家族のこととか、村長のアマディアじいちゃんでも知らないのか。はあ、そこはまさにわしが一番負い目に感じてるところじゃよ。何があってもわしだけは覚えておくべきだったというのに、年を取ってしまったからなのかもしれん。どうしても思い出せなくてのう。ああ、無理して思い出そうとしなくても大丈夫だぞ。オイラたちで何とかするからさ。旅人、お前はどう思う？だな、オイラもそう思うぞ。いくらなんでも名前を覚えてる人がいないなんておかしすぎるし、住所も家族の情報もない。まるでこの世界から消えちゃったみたいだ。それってつまりこの世界から消されたんじゃなくて、そもそも存在しなかったってことか。ちょっと待ってくれ、おいらこんがらがってきたぞ。記憶の中にしか存在しない人？あなたたち、ビマラ村に来たばかりの冒険者さん？もしかして依頼を受けて来てくれたの？おう、そうだぞ。今失踪事件の調査をしてるところなんだ。よかった、まだ諦めないでいてくれて本当にありがとう。冒険者協会が依頼のキャンセルをしてしまわないかずっと心配してたの。あ、私はアトッサ、ビマラ村の住民よ。そのどうか諦めずにこのまま調査を続けてくれないかな。お願い。おう、そう心配しないでくれ。ところでアトッサは失踪したやつのことをよく知ってるのか？何か手がかりは？手がかりって言えるかどうかわからないけど、一緒に来てくれる？ある場所にあなたたちを連れて行きたいの。場所って？うん、他と大差なく見えるけど、私にとっては思い出が詰まった場所なの。よくこの木の下で話してたんだ私たち。雲を見ながら風の流れを感じて、つい時間を忘れてしまうなんてこともしょっちゅうあった。私ね、小さい頃森の中にいたらしくて、それをレンジャーが見つけてくれたので、ビマラ村に引き取られたんだ。みんなすごくよくしてくれたし、毎日楽しかった。でもやっぱり当時は寂しくって。寂しい？なんて言ったらいいかな。たまに楽しいことや悲しいことが心の中に湧いてくるの。でもそれを誰に話したらいいのかわからなくって、そもそも誰かにこの気持ちを話していいのかどうかすらも。ね、みんな自分の暮らしがあるし、心の中を打ち明けるのって時に迷惑になったりするでしょ。え、あなたもそう思う？ひそっか、ならよかった。
本当に羨ましい。私にとってね、彼は家族であり、そして自分を理解してくれる友達でもあったの。どんなことでも彼になら遠慮せずに話せた。あの人は純粋で気配りが上手で、いつも興味津々って顔をしながら話を聞いてくれてた。退屈そうな顔は一度だって見せたことない。そう、まるで自分自身のことを聞いてるかのようにね。失踪してからも話したいことが山ほどあって。ううん、それはもういい。彼にもう一度会えればそれだけで十分。二人は本当に仲がいいんだな。じゃあそいつ自身のことで何か教えてもらったことは、覚えてることは何かないか。そうね、彼から聞いた話のほとんどはビマラ村で見た面白い出来事とか、思いもよらない空想じみたことだったから。あ、そうだ、前にあなたの両親はどこにいるのって聞いたことあるの。でも彼らはここからいなくなったって言葉が返ってきただけで、結局それが単にここを離れたって意味なのか、それともこの世を去ったって意味なのかは聞く勇気がなくって。となると、これといった手がかりはなしか。あ、こんなに話したのに役に立てなくてごめんね。こんなにたくさん喋ったのは彼と一緒にいた時以来。そういえばあの人と話すのはいつもこんな夕暮れ時だった。今思い返してみると、彼と話してると時間の流れがすごくゆっくりになって、ずっと喋ってても全然日が暮れなかった気がする。確かにリラックスしてると時間の流れが遅く感じるよな。あれ、どうしたんだ。あれ、あそこのヒルチャールたち、なんだか様子がおかしくないか。あ、アビス教団がいるぞ。まさかあいつらが何かやったのか。気づかれたぞ、戦闘準備だ。やっ、いけ、浄化せよ。あなたたちがいなかったら今頃大変なことになってたかも。これくらいわけないぜ。そういえば確かにここ最近ビマラ村周辺のヒルチャールたちの動きが前より活発になってるみたい。ヒルチャールたちは常に落ち着きがなくて、たまに無差別に攻撃してくるんだって。村長が子供たちに村の外で遊ぶなって厳しく言いつけてるほどでね。
まさか本当にアビス教団が関わってるのか。念のためビマラ村に戻って様子を見てみようぜ。村の人たちが危ない目に遭ってないといいけど。待った、あれって隊員じゃないか。ん？ああ、貴様たちか。お友達？私、先に村に入ってるね。村長たちの様子を確認してこないと。またね。うん、またな、アトさん。まったく、お前ってほんと神出鬼没だよな。登場するたびにオイラたちをびっくりさせないと気が済まないのか。貴様たちがアビスを追っている限り、俺たちの道が交差するのも当然のことだ。個人の意思とは関係ない。ってことは、アビス教団を追ってここに来たってことか。アビスの魔物を倒してたみたいだし。そうだが、なんだ、貴様たちは違ったのか。いずれにせよ、この地の異変には気づいているはずだ。どんなに鈍くてもな。アビス教団は間違いなくこの近くで何か準備をしている。さらに言うなら、何かしらの計画を進めているはずだ。つまり、この近くのヒルチャールに落ち着きがないのも、アビス教団の仕業ってことか？いや、ことここに至って、ヒルチャールの落ち着きをなくす程度のことが奴らの目的とは思えん。おそらくそれは何らかの計画の副産物だろう。でもこの件がビマラ村の脅威になってるのは確かだぞ。しばらくビマラ村に残ってここを守った方がいいんじゃないか。無論村は守る。だがそれ以上にアビス教団がここで何を企んでいるのか突き止める方が重要だ。さらなる悲劇を防ぐためにもな。もとより貴様の質問から逃げるつもりはない。案ずるな。今回は時間がある。後でゆっくり話すとしよう。なるほどな。そのような依頼を受けここに来ていたのか。まるで記憶の中にしか存在しない人。ふん、確かに気になるな。それにこれがただの失踪事件ではないというのには同意だ。裏でアビス教団が糸を引いているかどうかは今のところ不明だが、これ以外に得られたのはヒルチャールに落ち着きがないという表面的な情報だけか。やはりあまり収穫はないな。こいつが血縁者の記憶の中で聞いた謎の声のことをな。確か罪人だったっけ。それって一体何者なんだ。ふん、旅人、貴様は血縁者が自分を裏切ったと思うか。なるほど。貴様のその言葉からは迷いを感じたが、真実が明らかになっていない今、それも仕方のないことだろう。取り返しのつかないことが起きる前であれば、二人の関係はまだ修復できる。貴様たちが知りたがっているあの罪人とは違ってな。あいつは過去に他の罪人たちと共に国を裏切り、この俺のことも裏切った。奴の名は預言者ベズルフェルニル。口にするのさえ嫌悪するが、あいつと俺の間には血のつながりがある。あれは俺の兄だ。あいつがダインのお兄さんだって。罪人は合わせて5人いる。すなわちカーン・ルイヤの5大罪人だ。賢者フロプタチュール、預言者ベズルフェルニル、黄金レインドット、極悪鬼スルトロッチ、そして月の狩人レリル。俺の記憶がいかに摩耗しようと、あいつらの名前だけは決して忘れない。いつの日か必ず奴らへの復讐を果たす。
今の名前いくつか聞いたことあるぞ。アルベドを創造したレインドットにスカークの師匠スルトロッチ、そしてたった今知った、コロタールを導いてアビス教団を作らせたダインのお兄さん、預言者ベズルフェルニル。そいつらは全員かつてカーンルイヤで大きな希望を寄せられた者たちだ。各分野の同世代を束ねる存在だった。当時俺を含めた6人が最悪の発生を食い止め、世界の根幹を揺るがし続ける国王を阻止するという計画があった。だがあの5人が胸に秘めていたのは欲望だ。アビスの誘惑に負けると世界を滅ぼせるほどの力を分け合い、その手中に収めた。奴らは罪人となり、同時に超越者となった。そして世界に匹敵するほどの力を持つようになったんだ。全員がな。やがてカーンルイヤで最悪が起きたが、奴らは誰一人として立ち上がらなかった。俺は決してそれを許さない。ああ、このまま放っておけば奴らはいつか世界そのものを裏切るだろう。気にすることはない、言ったはずだ。貴様の質問から逃げるつもりはないと。それでダイン、前回別れてから何か新しい手がかりは見つかったか？ああ、あれから引き続き運命の食器のことを追っていた。すでに運命の食器原初の計画が動き出してからかなりの日数が経っている。以前最古の幸運期の目を奪うことでその計画の一部を阻止したが、確か魔人オセルを改造するってやつだったっけ？ああ、だがあれは技術的な実験に過ぎなかったのだろう。必要不可欠な幸運期の目を手に入れていないにもかかわらず、奴らは実験段階を飛ばして何かしらの方法で計画を進めている。何せその兆候がいくつも見られるからな。じゃあこれからどうするんだ？まだ間に合うんだよな。今最も優先すべきは運命の食器が何に使われるか明らかにすることだ。これが分かればアビス教団の目的にもいくらか目処が立つ。現在把握している情報からすると、運命の食器はおそらく血脈と関係しているのだろう。血脈？前に旅人が見た血縁者の記憶もあの一帯の血脈が不安定だったことによるものだ。それにここ最近アビス教団を追っていて気づいたことがある。奴らが活動した地域では血脈に問題が起こっているようだ。必ずな。あれ？だとするとオイラたちがビマラ村で探してる、まるで記憶の中にしか存在しない人も何か関係してるんじゃないか？その可能性もゼロではない。明日から俺もそっちの調査に加わろう。今回の事件は確かにある種の契機になるかもしれん。またダインと一緒に行動できるな。じゃあ今日は早めに休んで、明日はもう少し遠くまで行ってみようぜ。昨日は考えることが多すぎたせいで頭がコラコラするぞ。ダインのやつ難しい話ばっかするんだもんな。とりあえずダインのところに行こうぜ。今日はやらなきゃいけないことがたくさんあるからな。休暇にはぴったしな場所だ。もう何日かここで休ませてくれ。